ソリケンハミングバード、せーの、こんばんは、ハミングバード、またまた今週も始まりました、ハミングバードのブレイクバード、イエーイ。せーのっていうのは何なんだろう。いやー、なんか景気づけにいいじゃないですか。そうですか、またまたハガキが来てるんで、来てますね、市内茶畑ペンネームポチ。お、ポチ2回目ですね。えらいね、ちゃんと俺たちのペンネームをちゃんとつけてきた。盛岡駅滝の前広場で行われた宮沢賢治の生誕100年イベントの時に、初めてハミングバードの皆さんを生で見ました。その時の福山さんは写真で見て、顔は知っていたのですが、どうしてプロレスの橋本真也がドラムを叩いて泉谷茂がベースを弾いているのかと友達が笑っていました。特に古谷さんは、森の熊さんを歌った時のノリは本当に泉谷茂のそのままでした。僕たちはそう見えましたが、他の人は誰かに似ていると言われますか、言われたことがあるなら教えてくださいということなんですけどね。何、橋本真也プロレスラー、福山も書かれたことあるよね、橋本真也。そうなんだよね、要は2人は体格が良すぎると。違う、俺トム・クルーズだよ。ふざけんなよ、何言ってんのそういうことよ。そう、あのフリアはね、あの森の熊さんっていうのね、なぜか歌うんだよ。やってんですよ、泉谷さんね、いい加減にしてほしいですけどね。やっぱ長渕ですよね、私はね。誰が似てる、それで嬉しいんですかね。いや、嬉しくないですけど。長渕さんごめんなさい。そうですよ、実はね、あの古谷はね、サングラスとあのバンダナでね、はいはい、覆われて、ヒゲで覆われてるけどね、このサングラスとバンダナ取るとね、ほとんどアラブ人なんだよね。そうなんだよ、日本語通じないから。アラビアの富豪だからね、俺ね。あ、ふざけんなよ、怒ってんだよ。君たち誰に似てるって言われてるわけ。君、あの麻生君はですね、あのホタテマンですね。あ、安岡力也先生 ね、はいはいはい、あとプレスリーってのもあるけど、ね、いや、じゃあ、あのね、ジョージ高野でしょ。じゃあ、あのね、安岡力也に似てるじゃなくて、ホタテマンに似てるような気がするよね。俺ね、あのちゃんとそうそうそう、かぶり物をやった、ね、はいはい。福山はしょっちゅう言われてるね。だからジミー・ページだって言われて、最近のでしょ、最近のね、太ったらもう終わってるやつ、ね、ジョン・レノンだって言われますよね。はい、もう最初巻きだよ、巻き、はいはいはい、そろそろ曲いきます。曲、じゃあ今日は1曲目はね、はい、ハミングバードの、ファーストアルバムからね、お送りしましょう。ロングロングタイム、「まくわだま」「虹
ハガキのコーナー行ってみよう。じゃあ読みますね。じゃあもうそこまで言うなら、一ノ関市にお住まいのペンネームバサラファイヤーさん。はじめまして、ハミングバードの皆様、バサラファイヤーです。僕は何よりも嬉しいことは、この FM 岩手にハミングバードの皆さんがラジオをやっているということです。ふわー寝るかーとラジオを消そうと思った瞬間、なんとなんとハミングバードの皆さんの歌声がビンビンと響いてくるではないですか。ビンビン、僕はものすごく嬉しかったです。これは何かの運だと思い毎週欠かさず聞くようにしています。何かの縁だろうなこれな。そうだろうね。早速質問します。ハミングバードの皆さんは1曲歌を作るときに作詞と作曲どちらを最初に作るのですか。それと福山よしきさんに聞きたいのですが、あのシャウトの効いたパワフルで綺麗な歌声はどのように出しているのですか。どんな練習をしたのかな。コツがあったら教えてほしいな。ということでハミングバードの皆さん、いつまでも応援しています。頑張ってください。はいはい、お兄ちゃん寝るの早く寝かこいつ。そうだな。そのうちデモテープ送るのでよろしく。あ、デモテープ待ってますよ。いいよ、いいよって感じで、うん、曲ですか。そう、作詞作曲どっちを先に作るか。うん、僕は福山よしきはですね、曲が圧倒的に多いですね。その時に歌詞も付随して、まあ歌詞あのうちのかみさんが書くことが僕の場合多いんですが。かみさんいるの。かみさんいるんですよ。こだまんまいるんだよね。で、なんだっけ。あ、曲ね。そうそうそう。そうですね、僕は曲が早いですね。先に曲ができて、そうそう、だからハッピーバースデートゥーユーってそういうね、言葉はたまたま出てきたりはしますが、大体は曲が先ですね。大体適当英語で歌ってますよね、いつもね。ダメですね。なんかビートルズのあのね、うん、そう、そう、詩集を読んで、うん、あのね、曲がじゃんじゃかできるでしょ、うん、そうするとカセットに撮っといてもね、あの曲なんだっけって分かんないよね、うん、だから仮でもいいからタイトルつけなきゃいけない。なるほど、うん、だからもうレッド・イット・フィーとかですね、イエスタイとかそういうね、ミラクル・スカイって曲は実はさ、ペーパーバックライター1っていうんだけどさ、うん、ペーパーバックライターって曲3つも作りやがってさ、4つなんですよ、4つ、4つだっけ。次まペーパー2やろうとかね。そう、ペーパー3はなんだっけとかさ、まあ、困ったもんだよね。フリアさんなんかどっちから作るの。私ね、まあ曲から多いんだけど、ほら今ほら魚釣りの歌ってやつ練習してんじゃないですか。やってますね、うん、それはですね、ファンの人がですね、うん、アンケートにハミングの好きな曲は何ですかって言ったら、適当に魚釣りの歌なんて書いてくるやつが嫌がって、バカ者がいたんですね、うん、ところが魚釣りの歌ってなんかほらポカポカいい気分じゃないですか、うん、ほんで詩をダダダって書いてね、それは詩から書いたんですよ、珍しく。あ、初めてじゃないですか。うん、なかなかね、でも面白かったですよ、うんうん、なるほどね。じゃあそのファンの人も嬉しいだろうね。うん、そうだね、書いては見たもん。あ、ちなみにね、僕ガラパゴスっていう曲だけは同時でしたね。あ、同時、うん、それが理想だよね、でもやっぱね。いや、でもなかなかそういうのは難しいんだろうね、うん、まあ後で調整はするけどね。調整はしますけどね。麻生さんは、うん、また早く曲持ってしまうよ。ああ、じゃあ今度ちょっとここにデモテープでも、あ、俺のデモテープかけ ていい、ね、みんなにちょっと聞いてもらおうかな。はいはいはい、嘘だけど。あとなんだっけ、あとね、うん、福山さんはどうしてあんな声が出るのっていう。ああ、なるほど、高い。あ、これはですね、前も言ったかな、なんか言ったような気がするね、うんうん、でかい声で結構歌ってると板についてくるというかですね。だって、うん、今日だって新幹線乗ってきたけどさ、ギター取り出してなんか曲作ってなかった。そう、後ろでうるさい、後ろにおばあちゃんが一人うるさそうな顔して見ててかわいそうだったよ。この寸間惜しんでね、もうなんか思いついたらギターを取って歌ってしまうという。でもなんかいつの間にか姿勢がですね、うん、いつの間にかなんかビートルズの曲とかなんかチョロチョロとか弾き出して、ちょっとも身になってなかったですよね。いやいや、ちょっとね、ギター取ると練習してしまうんですけど、ね、じゃあとにかく歌い込むと、うん、そうですね、カラオケでも何でも、車乗ったら歌うとかね、バイク乗ったら歌うとかね。昔のだって福山さんの声とかなんか子供っぽいというか可愛い声だったもんね。なんかデモテープとか聞かせてもらうと、そう、やたら高いだけだったんですけどね。そうそうそう、ああなんつって、うん、この沈んできましたね、最近ね。声にあんまり良くないことをしてるんですかね。年取ってきたというか、まあそんなとこなんですけど、お分かりいただけましたでしょうか。はい、はい、どうもありがとうございました、おはがきね。本当、相当うちらのファンみたいなんで、この人は。ありがとう。よろしくお願いします。じゃあ、もう一つね、ファックスが来てます。はいよ。ラジオネーム、幸せ感情。感情してるわけですね。感情。え、あ、すいません。ハミングバードの皆さん、こんばんは。こんばんは。僕は常々感じているのですが、うん、どうしてミュージシャンの方々は音楽をやっているときはむちゃくちゃかっこいいのに、喋、うん、ると芸人が多いのでしょうか、うん、ハミングバードはその王道を言っていると思います。ありがとうございます。そう言われるとすごく嬉しいね。そういう
って嬉しがってるのはフリアだけだからね。そうだね、やっぱミュージシャンとしてやっぱり、うん、口下手だしさ、クールね、うん、クールでいつもやってるつもりなんだけど館長はい、ラジオ面白いので続けてくださいと、ね、そうそう、でリクエストをいただきました、はい、結婚する友達がいるのでこの曲を送りたいと思います。お、ね、幸せに。じゃあその曲を聴いてください、はい、ハミングバードで祝福と涙。ラジオネーム幸せ感情さんからのリクエストでした。祝福と涙でした。ぴったりですね、うん、結婚する友達に送るという。なるほどね、うん、お幸せになってくださいという感じで、はい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 。じゃあ恒例のコーナーに突入します。何のコーナーですか。え、これですか。あ、待ってました。イエーイ、イエーイ
そうですね、生演奏のコーナーですね。はい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 。今日はどういう曲をお送りしましょうかね。今日はですね、まあオリジナルをやってみようかと思うんですが、はいはい、さっきのね、ほらどうやって作曲するかとか曲ですね。これですね、これからやってみようと思う曲がハミングバードのオリジナルで、僕の友達っていうんですけどね。はいはい、マイフレンドってやつですね。マイフレンド、はい、どっかにありましたね、そういう曲ね。これ、まあ作曲をして歌詞がついて、はい、でアレンジをああでもないこうでもないと言ってから、まあ、レコーディングするわけなんですが、うん、まあ、この曲はね結構仕上げるのに時間がかかったもん、割と。あ、そうなんだ。シンプルな割にはね、うん、アレンジが2点3点しまして。あ、そうだよね。レコーディング当日まであんま決まってなかったもんね。そうそうそう、これね。で、エレクトリックピアノっていうかね、はいはい、ピアノを入れて、そのキーボードを入れて、なんとなくああいう形に。どちらかというとバラードって感じですよね、今ですね。そうそうね、うんうん、で僕が最初にねこの曲を作った時はもう全然そういう感じじゃありませんでした。まあ、まあバラードはバラードなんですけどね、もうちょっとああいうちょっとしんみりした感じじゃな、もうちょっと明るい感じのイメージが、素朴なイメージだったんですけどね、うん、まあこうやって祝福と涙じゃ、いや、なんだっけ、僕の友達だよ、ね、まあこれが昔はこういう形で演奏されていたっていうのをちょっとやってみようかな。やってもらいましょうかね。今日もお送りいたしましたセリフハミングバード、はい、いかがでした？あっという間でしたね、なんかね。全くですね、うん、いつもそのセリフですけどね、はい、25分だからしょうがないですよね、はい、はいはい、はい、
それでは皆様のお手書き、ファックス待ってます。お手紙ですね。はい、郵便番号020盛岡市盛岡駅前通り 8-17 FM 岩手のそれ行けハミングバード代わりまでね、はい、待ってますよ。ファックスも待ってます。採用されたらハミンググッズあげちゃうよ。デモテープも待ってますんでね、よろしくお願いします。お相手はハミングバードの福山よしきと麻生翔一郎と古谷敏之でした。また来週、さようなら、グッバイ。